山崎亜美の週明け起こすでよよ、お願いします。はい、ラジオネームしげっちさんからいただきました。しげっちさん、いつもありがとうございます。ジリオのカオラちゃんでお願いします。これちょっと説明した方がいいですね。説明がいるな。私がした方がいいですかね。はい、じゃあのジリオンさんというのはあの次世代型ダンスボーカルグループというふうにあのご紹介されていて、あの清水翔太さんがですね、はい、あのオーディションのね、ワイナビリオンで、はい、審査員を務めて、あの大きなあのオーディションがあったんですね。はい、でそこで選ばれた方々、本当にまだ若い方々なんですけど、うん、これがあの亜美さんが月木で朝やっているインターFMのあのミュージックロックっていう番組で朝8時半から2人ずつ日替わりで登場してくださいですね。はいはい、ということでそのカオラさんっていうのはすごい舌足らずな喋り方なんですけど、知らない方もアミさんの今からモノマネを聞けばそのものなので大丈夫だと思います。はい、じゃあお願いしますね。おはようございます。ねえ、ちょっと起きてくださいよ。あ、起きてくれた、ありがとうございました。あ、ちょっと違うな。なんだろう、どっか修正点があるんですか。あ、なんだろう、ありがとうございました、ありがとうございました。練習してる。細かい、コロナの練習。まだ大体ニュアンス合ってるかな。せっかく今撮るの忘れちゃったから。おはようございます。ちょっと待ってください、もう一回どうせなら。おはようございますね、ちょっと起きてください。せっかくジリオンさんだから、あれ最後ありがとうございましたの後にあの曲紹介するっていうのはどうですか。なるほど。ジリオンでステップとか。あ、なるほど。ジリオンでフルオーキュート。そうそう、なんか聞いてください。ジリオンでっていう。あ、ちょっといいですか、ごめんなさい。むずなんか聞いた直後ならできるんですけどね。大丈夫ですか、回りました。はい、あ、回りました。あ、じゃあなんかセカンドテイクになって申し訳ないですけど、はい、もう一度ジリオンの河原さんの真似でお願いします。おはようございます。ねえ、ちょっと起きてくださいよ。あ、起きてくれた、ありがとうございました。聞いてください、ジリオンでクールオーキュート。似てるかな、ちょっとこれ似てましたよ。はい、ぜひジリオンの河原さんが出てる、うん、ミュージックロックの回を聞いてみてください。そうですね、めちゃくちゃ面白いんですよね。可愛くて、ジリオンさんがついこの間ですね、はい、初のワンマンライブもおやりになって、はい、4月19日にはいよいよデビューということだ。はい、4月19日19日です。そうですね、はい、いよいよデビューということなので、皆さんジリオンさんにも注目していただければと思います。はい、ありがとうございます、アミさん。ありがとうございます。はい。